皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、クールでありながらも豪快な、こちらのリコリスのフィギュアです。リコリスリコイル、井上滝奈、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。リコリスの一人で、千里のパートナーである井上滝奈が、グッスマさんにより7分の1スケールでフィギュア化されました。来た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 ！豪快にも、大型のマシンガンを構えた姿で立体化されていますよ。アニメ1話の冒頭のシーンが、脳裏に蘇ってきますね。冷静な表情で静かな動作ながら、滝奈の強い意志を感じるように意識され造形されています。いいね、好きだよ俺はそういうのが。セカンドリコリスの紺色の制服はシワの表現や質感などもしっかりと作り込まれています。制服もクオリティ高く再現されていることで滝奈の魅力を引き立ててくれていると思います。砲弾にもなるリコリスのカバンや手にした大型のマシンガン、弾丸も丁寧に造形され、リコリコの世界観も表現されていますね。すごいです！髪の毛先のちょっとしたなびき具合も、丁寧に表現されています。ちょっとした躍動感も、伝わってくるのではないでしょうか。クールな表情ながらも、豪快に、大型のマシンガンを構える滝奈に、思わず魅了されちゃいそうです。しんどい！推しが頻繁に狂気をくれるのと、あたいしんどい！スカートからの美脚は、スベスベしてそうな塗装表現がされています。滝奈のスカートの下はトランクスなのか、千里と買いに行ったおしゃれなパンツなのか、それを確かめられるのはこのフィギュアを手に入れた人だけの特権となります。そういうの大嫌いなんだけど。また別売りの錦木千里のフィギュアと並べればバディ感が演出されて、より世界観が味わえること間違いなし。劇中にはないシーンですが、千里と背中合わせでも飾れるようになっています。大型マシンガンを構えたクールな滝奈の魅力をたっぷりとご堪能ください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは2024年5月に発売です。そしてお値段は 16,180 円です。このフィギュアをお迎えしたら、マシンガンを手にした滝奈の魅力を SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。